あ、間違えた。できた。じゃあいただきます。うん、まあ、でサラとトマト。うん。うん、もう、うん、ボリュームえぐ。じゃあそんな。お膳の分終わり。いや、はあ、ご飯作ります。卒業写真の愛とは
か。そういう気分じゃねえ。ちっちゃいスプーンしかなかった。じゃあ結局失敗スプーン、でっかいスプーンしかなかった。フォークはちっちゃかった。いただきます。牛乳初めて入れてみた。いただきます。うまい。美味しいんだけど、牛乳入れるとめっちゃまろやかになる。蜂蜜もいい味出してる。ウスターソースやっぱいいね。うん。うん。はい。今日は午後の頑張るゾイドリンクはアイスコーヒーにします。寒いです。寒いんだが暑いんだがどっちかにしてくれ。ブランディー、ブランディー。よし、めっちゃ仕事あるから頑張んなきゃやばい。仕事終わりにちょっと病院に行かなきゃいけないんで、急いで仕事を絶対に終わらせないと。まあ終わらなくても行くんですけど。うん、うまい。じゃあ午後の仕事も頑張るぞ。今日発売の桜餅パイ頼んじゃった。まず新発売の桜餅パイ、うん、うまっ。うん、めっちゃうまっ。なあ、はい、すごっ。うん、うまっ。うん、次あんこ。うん、取れないんだけど葉っぱ。うん、うん、パイめっちゃうまい。これおすすめやわ。仕事終わったんで病院に行きます。本作りたいけどめんどくさいけど、材料買ってあるし、作ったら作ったら絶対美味しいし、作らなかったら作らなかったら作ってよかったと思うし。
できた。焼いていきます。肉がちょっと足りなかったんで2本だけチーズ入れました。できた。いただきまーす。うん、あーチーズのやつから食べてみる。飲めないけど美味しい。肉食べます。うん、ちょっと薄味がする。うまい。